こんにちは。今日の浅草ランチは冷たいラーメンにしようかな。雷門です。いつも賑やかですね。お、ここ空いてる空いてる。たまにね、団体さん来てね、ここで、まあ、カメラね、写真撮ってるともう入れなくなる時ありますけどね。今日は団体さんは少ないのかな、今のところね。仲見世に入りました。今日はね、ちょっと暑いんでね、冷たいラーメン食べに行くんですけども、左に曲がって、正面スタバですね。朝の待ち合わせ、ここ便利ですよ。美味しそうなのありますけどね、ここのね、雷門のすぐ近くの、雷門おこし屋さんですかね。まあ古いですよね、雷門おこし。雷門行ったら、浅草行ったらおこしをお土産にとかね。今ちっちゃいおこしもなんか売ってますね。はい、並木通り抜けてきました。左はね、並木やぶそばですけど、通り過ぎて、はい、北方ラーメン番内やってまいりましたよ。ここの大通りですね、角のとこ。ここにね、冷たいラーメンがあるんですよね。あれ、休みだ。失敗。じゃあ蔵前まで歩いていこう。天気いい、暑いここビュースポットの一つですね、浅草ビュースポット。ここにね、パッとこう反対に来るとね、いっぺんに開けてね、スカイツリーがパーッとこう見えるんですよね。こちらからだとね、なんか予想されるような感じですけどね。アパホテルも多いですね。大成功ですね、アパホテルは。コロナ禍でもね、成功しちゃってるってすごいですよね。ここはね、世界のカバン博物館。入館料ね、無料なんですよ。あんまり行く人は少ないけど、たまに行きますよ、家族でね。今はもうほとんどね、成人しちゃったから娘たちね、行かないですけども。ここ、駒形土壌ですね。土勢雨って書いて土壌って読ませるんですよね。いい匂いしますよ、ここ。駒形土壌。土勢雨じゃなくて土壌ね。なんかね、江戸時代ね、土壌っていう文字が4文字でしょ？それを嫌って、3文字に無理やりしたみたいですよ。なんかそんな話聞いたことあります。土勢雨。それで土壌って言います。ここ、バンダイの本社です。見上げますよ。なんかウルトラマンとか何とかいますけどね。ここね、ここもね、ビュースポットっていうかね、写真撮ると綺麗なんですよね。よくツイッター上げてますけどね。はい、春日通り来ました。ここ渡ります。左側がね、馬屋橋、隅田川にかかる馬屋橋ですね。右に行くとね、湯島天神とかね、そっちの方行って、ここです。来ました、日高屋さんです。日高屋さん、浅草にもありますけどね、今日はここにします。蔵前まで来ちゃいました。多分ここにね、冷やし中華とか冷たいもんがあるんですよね。ね、上の方でね、上、そうそうそう、ここ、冷やし中華とかね。ちょっとトライしてみます。美味しそうですもんね。はい、入店です。もうすでに食ってます。冷麺、チャーハンセットにしましたけどね。この冷麺と冷やし中華はちょっと違うよね。確かね、日高屋の冷やし中華ってね、具がね、別々に出てきて自分で乗っけるんだよね。あれ、一年中やってんのかな、日高屋の冷やし中華。今日はちょっとね、冷麺にしました。チャーハンね、ここのチャーハンあんまり好きじゃないっていう人も、ね、知り合いいるんですけど、僕は別にこれはこれでいいんじゃないかなと思ってますね。なんかね、チャーハンはこうじゃなくちゃいけないとか、なんかね、言う人いるんですよ。それね、職人でもねえのにね、職人が言うんだったらわかるけど、食べる方のね、素人が言ってもしょうがないじゃないですか。
そんな、そんな評価できる人ほどね、舌が超えてないんですよ。これはこれで美味しい。安いですしね。お腹いっぱいになりますよ。この冷麺はね、あのなんか盛岡冷麺みたいな感じなのかな。あれ、盛岡冷麺とあの朝鮮韓国冷麺って違うんだよね。確か盛岡冷麺は白っぽかったかな。なんかが違うんだよな。あんまりあの その違いも分かんないけどね。一応食べ比べればね、一緒に比べれば分かるけどね。チャーハンうまい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 。チャーハンね、さっきの話に続きですけど、パサパサチャーハンもいいし、あのねっとりしたお袋が作ったチャーハン、焼き飯ってやつですか、もういいしね。べちゃべちゃチャーハンもお腹にいいし、何でもいいですね。あったかくてもいいし、冷たくてもいい。お腹空いてるときは何でも美味しいですよ。その評論家みたいな人はやめてほしいですよ。まあその人はその人でいいんですけどね。あそこが甘い、ここがまずいとかね、そんなあの右に習いしてどうすんの。自分が今日食べたいものを食べる、これが一番贅沢ですね。値段でもないですよ。おっ、チャーシューですかね、これ美味しい。なかなかいけるんじゃないですか、ね、冷やし中華食べに来たんだけどね、冷麺になんだか冷麺にしちゃったな。値段的にはあんまり変わらないような気がしますけどね。日高屋はね、本当助かってますよ。安くてリーズナブルでね。でここはね、お酒も飲めるんですよね。だから中華をそのね、つまみでね、お酒を飲むのにもかなり安く済みますよ。なんかやっぱりね、サラリーマン今厳しいですから、あの給料とかがね、あんまり上がらないで、結構ね、夕方になるとね、サラリーマン風の方とかさ、あの団体で、団体って言っても 4,5 人で来てね、日高屋であのお酒飲みながらワイワイガヤガヤしてますよ。居酒屋行くより安いですからね。で食べ物結構居酒屋よりもあのまんべんなく中華ですけどありますよね。居酒屋は居酒屋でいいんですけど、なんか焼き鳥屋さん行くと焼き鳥しかなかったりなんかしてね。あともつ鍋とかね、もつ焼き、あの博多のもつ鍋を食べたいね。最近食ってないね、そういえば。あれうまいんだよね、博多のもつ鍋。なんかね、あの浅草、コアの蔵前でしょ、浅草橋の方行くとね、もつ屋さんの安いお店が居酒屋さんあるんですよ。いろんな部位が出てくるの。千葉あたりのね、養豚場が始めたみたいな感じで、東京の東、ここ東側の方なんですけどね、食べ終わりました。そんなこと言ってる間、ごちそうさまでした。完食です。お腹パンパンです。最初から器が良かったんですけどね、スイッチ入れるの忘れたんですよ。最近ね、ビデオのスイッチ入れるの忘れるんです。お腹いっぱいになったんで、食後の散歩です。隅田川に出てきました。屋形船ですね。停泊場かな、ここはね。網製っていうのかな。中入ってね、船に乗りながら宴会、いいよね。小前橋は特訓すぎてね、ここはね、駒形橋ですね。アーチになってるね。
だんだん天気も下り坂、雨降ってくるかな。昼間はまだ降らないと思うけどね。まあ、あの気温的にはちょうどいいかね。暑くもないし寒くもないし、ちょうどワイシャツ1枚でね、ちょうどいいぐらい。前の人はね、お手手つないでると半袖ですもんね。僕はね、長袖ですからね、長袖ちょっとまくってる袖をね。おお、風が吹いてきたね。吹いてきたね。天気変わるね。浅草、向こうに見える橋がね、ここは、ここが駒形橋か。あ、違うよ。ここはね、駒形橋はあそこだね。あの、ちょっと、青いやつね。ここはね、ここは吾妻橋か。あ、吾妻橋だね。この先にね、橋の先にトンネルがあってね、それくぐると、さっきに泊まってた船と同じだよね。この網製っていうんだか、網橋っていうんだか知らないけど。今に限らないけどさ、だいたいあの会社の名前とか店の名前にはふりがな振らないよね。今あの URL つけるじゃないですか。あれでわかるけどね。あずま橋です。トンネル来ました。このトンネルは6時から21時で閉まりますね。結構綺麗なトンネルですよ。響くでしょ。エコーかかってるよね。ここで寝泊まりしないように閉めちゃうんだよね、9時過ぎたら。夜ね、9時でやってんのか。で、ここに船着き場、観光船のね、船着き場出ました。ここ夜ね、見ると綺麗なんでね、ライトアップして。観光船は来てないですね。以上、隅田川でした。ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。またねー。